3号では艦橋、手段、救急式艦上爆撃機を組み立てます。今回付属するパーツです。最初に艦橋を組み立てます。パーツ01の艦橋を A に、パーツ03の艦橋 C をはめ込み、裏側からネジ D で固定します。続けて艦橋 C にパーツ02の艦橋 B を合わせてネジ E で固定します。次に艦橋の各パーツをランナーから切り離します。次に艦橋 A にパーツ05の艦橋 E をはめ込み、裏側からネジ E で固定します。続けて艦橋 A にパーツ04の艦橋 D をはめ込みます。さらに艦橋 A の側面にパーツ07の艦橋 G を差し込みます。次に艦橋 B にパーツ06の艦橋 F を差し込みます。続けて艦橋 F にパーツ08の艦橋 H をはめ込みます。次に組み立てガイドの写真を参考にしてランナーのパーツ14のギア C とパーツ15のギア D に油性ペンで基準点を書いておきます。続けてパーツ12のギア A にも基準点を書いておきます。次にギアの刃が欠けないように注意して各ギアをランナーから切り取ります。次にパーツ20の手段用モーターのシャフトにパーツ13のギア E を穴の形に合わせて差し込みます。次にモーターの平らになっている面を上下に向けてパーツ09のギアボックスに組み込みます。次にギアボックスの穴にパーツ18のギアシャフト1本とパーツ19のギアシャフト2本を差し込みます。続けてギアシャフト3本にギア A1 個とギア E2 個を差し込みます。この時ギア A の基準点の位置に注意してください。次にパーツ14のギア C を組み込みます。この時も基準点を中央に来るようにします。次にギア D2 個にパーツ17のギアシャフト L2 本を組み立てガイドの図を参考にしてシャフトの半月型の切り欠きを右側に向けて差し込みます。ギアからシャフトの頭を少し出しておきます。次に
シャフトを差し込んだギアをギアケースに差し込みます。この時も基準点の向きに注意してください。続けて各シャフトの長さが揃うように調節します。次にギア C を手で固定しながら各ギアの刃の部分にグリスを塗ります。次にギアを動かさないように注意してパーツ10のギアボックス上面をはめ込みネジ E4 本で固定します。次にもう一度ここでシャフトの切り欠きが右に向いているか確認し、曲がっているときはシャフトを回して調節します。次に2号で組み立てた後部艦体にギアボックスをはめ込み、モーターの下にあるピンを艦体に差し込みネジ E2 本で固定します。次にシャフトの切り欠きの形に合わせてパーツ11のシュダ2個を差し込みます。次にバッテリーのコードをモーターに接続し、バッテリーのスイッチの1か2をオンにしてシュダが左右に旋回するか確認します。次に2号で組み立てた管尾秒間板を管尾にはめ込みます。この動画ではシュダを破損しやすいので外しておきます。次に救急式艦爆を組み立てます。ランナーから切り取る部分に注意して各パーツを切り取ります。特にパーツ21と22の左右の主脚の先端部分を切り取ってしまわないように注意してください。次にパーツ23のプロペラの軸にパーツ25のエンジンとパーツ24の支持具をはめ込みます。次に組み立てたパーツを艦爆の機体に差し込みます。次に左右の主脚の向きを確認して機体の穴に接着します。続けてパーツ26の爆弾を機体に差し込み接着します。
これで3号の作業は終了です。アシャット。